こんにちは、平山茂です。今日は7月31日土曜日でございます。現在時刻は11時30分でございますね。7月が終わりますよ。7月が終わります。早かったですね、なんかね。早かったです。もう明日から8月ですから、もう夏もピークを迎えますからね。本当に暑さとの戦いでございますけれども、皆様頑張って乗り切りましょう。大丈夫ですから、大丈夫ですからね、大丈夫ですから。うん、とにかくご自身のお体を大切にしてください。本当に元気をキープしましょう。結構皆さんは8月のね、例えばお盆だったりとかの、まあ、計画とかね、夏休みの計画を立ててらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますけれども、私はですね、まだ特に予定は決まってなくてですね、一応8月は3連休が珍しくお盆休みであるんですけれども、3ヶ月ぶりぐらいの連休ということで、非常に楽しみではあるんですが、まだ特に計画は立ててなくてですね、まあ、皆様も早めにね、計画を立てて、まあ、予定がね変わってしまうような出来事があるかもしれませんけれども、まあでも計画を立てるっていうだけでもね楽しいので、計画を立ててね、皆様もね、なんかいい思い出を、この夏のいい思い出を作っていただきたいなと思います。私もどうしましょうかね、また東京ですかね。せっかくの連休、本当はですね、オリンピックが見に行きたいんです。ただどうしてもちょっとスケジュール的に行けないんです。本当に悔しいんです。まあ、休めばいいんですけど、本当に悩みどころです。本当は行きたいんです。まあ、でも多分オリンピックが終わってから東京に遊びに行くんじゃないかなと思っておりますけれども、まあそれはそれでね楽しみなので、多分東京に行くのかなと思っております。はい、さあ今日も一日、まだね午前中僕は今から仕事でございますので、この後ちょっとね、もう結構拘束されると撮影する時間がないので、この時間に撮っておりますけれども、今日も一日皆様いい時間を過ごせましたでしょうか。いい休日を過ごしてらっしゃいますでしょうか。明日もね、日曜日でお休みという方はぜひ楽しい一日明日も過ごしてくださいよね。ということで今日はこんな感じでございますけれども、また明日お会いいたしましょう。私、平山茂と申します。また明日お会いしましょう。それではおやすみなさい。おやすみなさい。